目指してることっていうのはもちろん世界でもあるし、ただ今自分のステージがその日本にあるっていうのは、チャンピオンになるっていう目標を持つことでまた次のステージに上がれるんじゃないかなっていう楽しみがあるんで、まあでも楽しんでサーフィンやることは基本なんで、そこにつなげていけるように頑張っていきたいなって思います。